円和株式会社は、大阪府大阪市西区北堀江二の一の十一に、本拠を置く、テレビ会議、システム、ブロードバンドを利用した、ビジュアルコミュニケーション、プラットフォームの企画、開発、運用及び販売を行う会社である。1950年、繊維部門から出発し、現在は、ウェブ会議、テレビ会議システムなど最先端の技術を取り入れた。 ソリューションの提供を中心とした事業を展開。防災、救急医療、遠隔医療、放送局用現場中継システムなどに強みを持つ。首相官邸、消費者庁国民生活センターをはじめとする観光庁や、財団法人移動無線センター、朝日新聞社本社システム局、NHK、テレビ朝日、富士テレビジョン、テレビ、東京など、テレビ局六十社以上。 その他大手企業、病院、学校、学習塾などを主な納入先とする。2014年には兵庫県フェニックス防災システムに採用されている。特にテレビ放送ではアナログ時代には遅延がなかったものが地上デジタル放送となり約2秒の遅延が生じることになりこれを解消するシステムが求められたが、同社はインターネット回線や 新しい携帯電話の通信規格である LTE などを使い従来の専用回線の約10分の1の価格で品質、画質を落とすことなく遅延を0.3秒に抑えたシステムを開発したことで日本の主要な放送局で採用されることになった。またこの技術は救急車や消防車、ドクターヘリの現場中継にも使用できるため全国の 消防局で採用が進んでいる。また、小イベントの大会にて、日本全国10拠点以上の同時中継や、大手企業の創立記念式典にて、東京大阪間の接続などを行った。また、2015年5月には、防災、b c p 対策に適したビデオ会議システム、アイビジアンネオシリーズを発売した。また、円和は、パートナー企業間での円による調和を目指し、円和は、 企業と企業との縁や、人と人との縁を大切にしたいという願いを込められているとしている。縁はウェブ会議システム展示会の様子ウェブ会議システム旧来、個別に使用されてきたテレビ会議、ビジネスメッセンジャー、ボイスビデオチャット、ライブストリーミング、ビデオ報告を一つのソフトウェアに統合することで一つの ID ですべての機能を利用できる iVision iVision を発売。 高速演算アルゴリズムを利用することで、鮮明で滑らかな高画質映像、遅延のないクリアな音声により、高音質を実現、また最先端技術を用いた高度な画像圧縮技術にて、回線帯域の乏しい地域での通常レベルの画質、音質を可能にした。また、多段プロキシ、ファイアウォールをも、スムーズに通過できる機能を持つために、イントラネットに限らず、 インターネットを利用した運用も可能にした。全パケットにアイス百1 2 8ビットの暗号化がなされるなど安全化も実現。テレビ会議では録画、文書共有、傍聴機能など多くの機能の使用を可能とした。アイビジョンアイビジアンではすべてのパケットに対してアメリカ合衆国で新暗号規格として規格化された共通鍵暗号方式である五十六ビット、 アイスを採用している。これは1977年に発行された暗号企画でが、その後の技術進歩により時代遅れとなったため、新たな暗号方式の公募が行われた結果、2001年3月にフィップスパブ197として一般に公開されたものである。ありがとうございます。